委任状は270票消えていたんですね。とんでもないルールを変えさえすればこんなバカな決議にはならなかっただろうと私は確信しているんですね。そういう予定はございませんっていうふうに言ったわけですね。冗談じゃないと、何やってんだお前らと、それって世間を騙すことじゃありませんか。実は会議が始まった時点では委任状出席者2194人っていう発表があったんですよ。で、6時20分に決議をするときには出席者233人というふうに発表があったんです。で、それを聞いて結局委任状の出席と本人出席233人合わせると2427票になるんですね。で、パパッとその時、あ、2400以上だな、だから議決されるためには賛成票が1200以上なきゃいけないということが分かったんで、うん、なるほど、じゃあ賛成票どのくらいかなと思って聞いてたらですね、賛成票は委任状も合わせて1199票って発表されたんですよ。これは否決だと、やったと思ったんですよね。それ聞いた瞬間に賛成1199票、反対781票、棄権177票ってなったんです。で、結果その票数だと過半数に賛成が達しているので可決ってなったんですね。なんでだよと、委任状2194、参加者233だったら1199だったら否決のはずじゃないかと思ったんですが、実は委任状は270票消えていたんですね、6時20分の時点では。なぜでしょうか。我々が賛成票の委任状を1人10票投じてもらうために集めた人たちも忙しいですからね、5時6時と経過する中で帰らざるを得なかった。そのために、270票の委任状は死に票になってしまったですよね。で、その結果、可決されました。これはまあ執行部から言わせれば、いや、お前ら言ってるのは負け犬の遠吠えだよと言うかもしれませんが、もしですね、この東京弁護士会がせっかく委任状を出した人の票を死なせてはいけないという当たり前の常識があれば、一人何票でも行使していいですよ、必ず最後まで出席する人に委任状を背負ってもらって、反対だという人の委任状の議決権を確実に行使できると、そういう当たり前のルールを決めていればですね、270票も消えてなくなるということがなかったはずなんですね、はい、もちろんこれはとんでもないルールを前提とすれば、私が言っていることは負け犬の遠吠えなんですね、はい、しかしとんでもないルールを開催すればこんなバカな決議にはならなかっただろうと私は確信しているんですね。で、私も悔しくて仕方ありませんからね、なんせ賛成は1199しかなかったんですから、東京弁護士会の全会員数の中からすれば割合は 13.7% に過ぎなかったんです。そんなわずかな賛成でもって東京弁護士会は死刑廃止に向けた決議をしましたと言って世間に、日本社会に発表するのはこれおかしいじゃないかと。実はこの会議の中でですね、私はこういう発言してます。執行部に向かってですね、これ可決されるか否決されるかわからないが、万が一可決された場合に答弁の会員総数は何人で、出席した人は何人で、委任状は何通集まって、で、その中で決議に賛成した人は合計何人いたのか、そのことを明確に数字で示さなければこれは世間を騙すことになるぞとっていうふうに私は発言をしたんですね。で、それに対して東京弁護士会の執行部、そういう詳細を発表する予定はありませんとだけ言いましたね、はい、理由は言えませんよね、はい、そんな理由を言ったら世間の人たちは、ああ、東京弁護士会の会員の総意でこの決議が決まったというふうにはなりませんからね。本当のことを知ってしまいますから、
本当のことを知ってしまったらこの決議をやる意味は彼らにとって全然ないんですよね。はい、会員総数のたった 13.7% しか賛成しなかった決議だということが分かってしまえば、彼らの意図は、まあ、意味をなさなくなるんですね。だからそんなことは一切しません、つまりそういう予定はございませんというふうに言ったわけですね。冗談じゃないと、何やってんだお前らはと、というふうに私は正直思いました。はい、彼らがなぜ躍起になって弁護士会の名前で声明を出したり決議を出したりするかというと、世間の人たちに弁護士の総意でもってそういう決議が出されたとか、弁護士の総意でもって声明が出されたという誤解を与えたいからだと、そうとしか思えないんですよね。それって世間を騙すことじゃありませんか、ということで私は強い憤りを持っているわけです。胸のすく思いでしたね。はい、見事に証明されたと僕は思ってるんですよね。一日も早く辞めたいんです、すぐに辞めたいんです。この辛い気持ちは分かっていただけますかね。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。